ストキさん、ストキさん、優しいから。あ、全財安さんのコメント確認できました。今日はさ、文字が見やすい。めぐみさんが美しい。今日はこれの字が見やすい。何が始まるんですか。始まるよ。ベタ藤原さん、コメントありがとうございます。こんにちは。初めましてかしら。初めまして、ね。初めましてなんですね。そう、初めて。7時半からなので。鎌倉の歴史雑談番組ということでございまして、今回7回目、はい、8回目ですか。前回が8回目、ね、はい、7回目です。まあ、吾妻鏡を読みながらですね、まあ、普段鎌倉でガイドをしている3人が、雑談をするという番組でございます。生放送なんでね、もう皆さんからいただくコメントが命ということで、コメントどしどしいただけると嬉しいですね、うん、はい。それは違うよとか、そう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 、あれはどうなのとか、あとこっちから全然関係なくても、そう、うんうん、教えてもらえれば、こっちから教えてもらえればって、ね、教えることがあると嬉しいね。そうそうね、ぜひ教えていただきたいですね、いろいろね。赤く乗せといて大丈夫。あと2分でございますけども、お二人は2月24日に、はい、土曜日、はい、そうなんです。工業祭りで、なんとし、まあ配役があるということで そうですね、びっくりしました。演劇に出ると、なんかそういうことになっちゃった、ね、なっちゃった、ね、多分他にいないんですね、やる人、うん、でもなんか盾何人かとやられるってね、ねえ、なんかそんな話でも、はい、まあ、だから秀樹さん以外に盾やられる方が何人かいらっしゃるってことなんですよね、うんうんうん、それすごいですね、うん、すごいですね、ね、盾をやれる劇団ってことですもんね、うんうん、まあ、や盾に挑戦する劇団、うん、挑戦する、なるほどなるほど、うんうんうん、ちなみにお二人は何の役なんですか。私は長尾貞影。長尾貞影。あの工業を追い詰めるという。ああ、工業の首を跳ねる。うん、そうそうそう。ネタバレしちゃえば工業の首を跳ねるという。なるほど。追い詰めて倒すという。でそこで立ち上げますね。そうですね。うん。なるほどなるほど。めぐみさんは。私は源実朝です。おお、すごい。はい、じゃあ即体切るんですね。あの首跳ねられるんですよ、うん、どうやってその演技しましょうね、はい、だから側体で、はい、ちゃんとあの冠つけて、はい、であとね、あの 水靴っていうんですかね、あ、うん、あ靴ね、うん、あれどうやって木の結構分厚いね、あのカタンカタンカタンって歩く木靴、衣装ですよね、問題は、うん、一番自前って言うことじゃないですか。どうする？即体自前すんの？どうだね。即体か、即体か。まあでも、サネトだけいるってちょっと不自然だから、何人か即体着てる人が並んでるような想定なんじゃないですか。源の中明とかもいないといけないですよね。そうですよね。寒いんだよって言わなきゃいけない。そうそうそう。結構だから人いるんですね。雪を降らせる日かかりとか。サネトがちょっとしか出ないってことは、あえてそのシーンは、はい、やんないかもしれない。あ、本当ですか。うん、はい、19時30分になりました。はいはい、澤一休さん、こんばんは。こんばんは。一休です。クリアに見えてます。ありがとうございます。ありがとうございます。めぐみさんは、なんて書いたの？ガラスの靴でもいいと思います。デザイアンさんね。さあ、サネット入らないんだよ。ということで、ということで、19時半になりました。本編もね、各週火曜日で、各週火曜日でいいのかどうかっていうのもちょっとあるんですけども、お送りさせていただきます。鎌倉の歴史雑談番組、武士トーク。いやー、今年も始まりました。第8回ですからね。カメラ こっちかな、うん、こっちですね、はい、第8回でございましてね、はい、皆さんコメント大事ですんで、コメントぜひぜひね、リアルタイムに、出していただければと思います。よろしくお願いいたします。じゃあまあ早速、うんうん、まあ自己紹介してからの、うんうん、まあこの吾妻鏡やっていくんですけど、うんうん、なんていうのかな、これまでのあらすじをちょっとね、うん、さらっとお話しした上で内容に入っていこうかなと思ってます、うんうん、じゃあまずはめぐみさんから自己紹介をお願いします。はい、鎌倉で、歴史案内人をしております内田めぐみです。この何吾妻鏡始めてから、うん、いや武士トークを始めてから結構吾妻鏡をちゃんと読んでますね。それで、まあ、予習をとりあえずするんですけど、うん、冬休みは、
あの平の清盛の DVD、はい、あの、見てたんですよ、総集編じゃなくて完全版があるんですよ、で見てて、ちょうどあのもうちょっと前に前半の方は見てたんですけど、あの最近見たのは、ちょうどあの頼朝が伊豆に流されるあたりから見てたんですよ、めちゃくちゃ面白くて、すごい面白くて嬉しかったのが、まあ、結構マニアックなんですけど、あの頼朝があの八重姫が千鶴丸生まれて殺されちゃうじゃないですか、でその後頼朝がもうしょうもないふぬけな人間になっちゃって、そこへなんか北条時政とかが、まあ、ちょっと慰めに行ったりもしてたんですけど、あのそこにね三浦義明と、佐々木秀吉と、上総常住、常住でいいんでしたっけ、広常のお父さん、常住です。うん。ね、はい。ちょっと待って、常住まだ生きてたか？いや、あ、そうなのよ。私も微妙なんだけど、あれ坂の常住のことですよね。生きてたかなとは思ったの。ただ、ただ、義朝？はい。あの、もっと前半の方に、三浦義明と、あの、上総常住が、義朝に、あの出会うっていうか、あの義朝を担ぎ上げて、あっちで活躍していくところが出てくるの。だからまあ死にまだ死んでないってことにしたんだと思うけど、であんな風に頼朝がなっちゃって、あの義朝様はねもっとすごい勇敢だったみたいな話をしてるんですよ、そこで。私ちょっとじいさんキャラ好きだから、三じいさん出てきてめちゃくちゃ嬉しかったなるほどなるほど。真田常住っていくつに亡くなったんだろう。なんかね、年齢分かってましたっけ？あのね、年齢は結構早く死んでるはずなんですよ。そうですよね。そんなに長生きしてないんですよね。そうそう、だから多分、史実ではその時はもう生きてないと思います。でだってその千鶴丸が亡くなるのっていつですか？1170、そう、それでちょうどもう頼朝が政子と出会うちょっと前のあたりなんですよ。75年とか6年とかそのあたりですか？そのくらいですね、きっと。あ、いや多分嵯峨の常住死んでるんじゃないですかね。そう、それを調べたら多分ね、よく分かってないみたいだけど死んでるんじゃないかなと思った。まあその辺ちょっとご存知の方いたら教えてほしいですね。そうですね、まあウィキペディア等々出てくるかもしれません、はい。なるほど。じゃあ最近は平の清盛にハマってたということですね。はい、面白いです。実に面白いです。じゃあ秀樹さん。はい。あの歴史のガイドをしております岡田秀樹と申します。あのまあ鎌倉もガイドするんですけども、博物館とか美術館とかの展示案内とか、あとは江戸、まあ江戸なので江戸時代が中心なんですけれども、あの古地図を使った散策とか、そういったもの、まあ、定石とか街道なんかも、まあ、幅広くちょっとやらせていただいているところでございまして、つい先日もですね、あの、まあ、大和の、あの市民シリウスという障害学習センターで講座を始めたんですけれども、あの南林間からお話をいただきました。南林間のカルチャーセンター、また次の大和と南林間、別のすごいポラリスでした。おポラリスだけど、そっちはだいぶあの予算が大変らしいんですけど、まあやりましょうと。すごい、すごい、こういう講座でっていうのを今調整しておりました。ちょっと実績がどんどん、大和の今年は何かあります。大和からちょっと。今年はすごいですね、やりたいなという、ちょっともう打ち合わせ中ですけど、すごいよ。まあ、もしあの近くにお住まいの方いらっしゃったら、全財安さん、全財安さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ということで3人でね、雑談これからしていきたいと思います。はい、コメントちょっとね、入ってますよ。はい、中谷智子さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。画面綺麗です。はい、こんばんは、ありがとうございます。高内さん、こんばんは。高内さん、こんばんは。高内さん、はじめましてですかね。はじめましてですかね。ぜひぜひコメントいっぱいいただけると嬉しいです。はい、それから、全財庵さん、岡田先生、すごーいと書いてますね。ああ、ありがとうございます。素晴らしいですね。お二人とも大活躍ということで。すごいね。さあ、ではですね、
去年の10月からこの武士トークやってきて、うん、まあ、今回8回目なので過去7回やってるんですけど、うん、まあ10、11、12と3ヶ月弱ぐらいやってきてるわけですよね、うんうん、3ヶ月弱で、うん、その自称4年 4、5、6、7と4ヶ月をやってきましてですね、うん、このままだと1年を1年で終えるようなペースでこの8月なんかすごい時間かかる気がしていて、そうですね、そうですね、でそう考えると、うん、鎌倉時代ってその吾妻鏡って何年ぐらい書くんでした、うん、書いてあるんでしたっけ、吾妻鏡百何十年かですよね、うん、ちょっとですよね、100年ちょっと、うんうん、どのくらいだろう、うん、途中までで途絶えてはいるはずですけどね、うんうん、その100何年続けられないですよねさすがにね、まあまあ気持ちとしては100何年続ける気持ちでいきましょう、おじいちゃんとおばあちゃん、おじいちゃんとおばあちゃんになったね、どこだっけなちょっとペースを考えるとかね、いろいろこうしていかないと最後までいかないかもしれないというのを覚悟で最後まで行く前に死んじゃうかもみたいな、本当ですよ本当に誰かが一人ずつかけていくっていう可能性が、一番先にかける私が、いやいやいや、写真が置いてあるちょっとこれ写真で出演、はい、というところでございます。ではですね、自称4年1180年の4月からちょっとおさらいしていきたいと思います、うんうん、ちょっと鎌倉の方からね、どんなことがあったかっていうのをさらりとこう箇条書きでお伝えします、うんうん、まずはですね、源頼政76歳と、うんうん、それから持人29歳が挙兵しました、うんうんうん、ね、で持人の領地っていうのが各地に散らばるんですけど、うんうん、人心の乱の、うん、まあ、ことをなぞらえていると、うんうん、まあ、つまりおじさんが甥っ子をもう、まあ、廃して、うんうん、自分が天皇に、うんうん、差し替わるというのを、うん、まあ、正当化するような文面であるということです、うんうん、で、八条院の支援で源行家39歳が各地に奔走します、うんうん、まあ、要するに源頼政と持人の挙兵に賛同せよということなんですよね。八条院はこの時43歳、うん、秋子内親王ですよね、うん、はい、で次5月、源頼政の配下、下神戸の行平、およそ大体25歳ぐらいだと思うんですけども、うん、源頼朝 のもとに来ますと、うん、ね、でその後すぐに、行家も来ますよね、うん、味方せよと、ね、うん、この2人が立て続けに来ると、うん、で下神戸の荘園、下神戸の荘っていうのが八条院領なんですよね、荘園自体がね、でしかも源頼政の、配下であるという、うん、まあ、この下神戸というのは結構今後のキーマンじゃないかなというふうに思ってます、うん、でそれから八条院、あ、場所ね、今度は建物の中で持人王の第二皇子若宮が捕まっちゃいます、うん、これ後の道尊って言うんですけど、この時5歳がね捕らえられます。じゃあ第一皇子どうしたのかって、これ吾妻鏡で確認できてないんですけど、まあ、この後々出てきます、まあ、なので伏線として今お伝えしておくと、北陸の宮15歳が今目下逃亡中ということです、ね、後ほど関わってきます、はい、で源頼政76歳、それから源の中綱54歳、この親子、それと中綱のいとこの源の兼綱、うん、兼綱ね、あの天井貸し合戦やったりとか、うん、床剥がしたりとか、ケビー氏のね、うん、はい、それと木曽義仲のお兄ちゃんの源の中宗、中、うん、あるいは源の中家、うん、ね、それから足利の義房っていうのは、まあ、源の頼政の娘婿ですけど、うん、この源の頼政ファミリーがみんな討ち死にすると、うん、そして持人王もすぐに討ち死にということです、うんうん、でこの時に大場の景親、うん、まあ、この後出てくるんですけど、大場の景親40歳がですね、うんうん、平の清盛の62歳の軍に従軍して、うんうん、この頼政のクーデターを鎮圧していたというのがまあ出てきてましたね、うんうん、はい、で今度6月、三好の康信40歳と三好の康清の 弟ですよね、うんうん、の兄弟がですね、頼朝に危機を知らせると、うん、でちょっと大げさなこと言ってんじゃねえかみたいな、でも捨ておくことはできないねみたいな話がありました。でここからがちょっとポイントになってくるかなと思うんですけど、平の時忠で源、平の清盛の義理の弟ですけど、時忠とその時忠の養子の平の時兼、この時12歳が、源の 中綱の代わりに伊豆の国主になります。はい、でそうなった時にですね、当然平の時忠も
時金も現地に行かないので、うん、京都で暮らしてるんで、うん、代官が必要だと、うん、木代置かなきゃいけない、うん、ということでかつての平時忠の配下の平兼隆がですね、来ましたね、罪人で伊豆にたまたまいたんで、うんうんうん、じゃあお前代官やれと、うん、ということで代官に就任したのが6月29日ということになります、うんうん、でもう一人ね京都から行ってるんですよ、うん、中原の友近っていうのがですね、うんうん、代官で行ってます。これまたその後出てくるんで、ひとまずはね、うん、そのぐらいにしときます、うん、でここで何がポイントかというと、もともと結局国主だったのが源の中綱なんですが、うん、源の中綱の木代たちって誰だったのかって話なんです。要するに木代は職を失うわけじゃないですか、うんねうん、それが今のポイントだと思うんですよ、うんうん、結局自分たちが取って代わられてしまう、うん、っていうところにおいて、じゃあ木代って誰だったんですかと、うん、つまり中綱の、うんまあ、配下の人たちですよね、うんうんうん、それがですね近藤の国田、うん、近藤の国平、うん、でこの人たち兄弟ですけど、うんうん、それから源の有綱、うんまあ、有綱は木代だったっていう説もあれば、うん、ただ逃げてきただけっていう説もあるんですけど、うん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 、それと有綱のおじさんの源の広綱、うんまあ、これ一応ねおじさんではあるんですけど、ね、中綱だから中綱の兄弟なんだけど、中綱は親子ほど年が離れてるんで、うん、自分の養子にしてるんですよ、うんうんうん、だからまあ義理の兄弟とか兄弟だったんですけど、うん、有綱とは、うんまあ、その有綱と広綱が いましたよと、うん、そしてもう一人、中綱の地兄弟、うん、乳母の子供の中、源の中重っていうのが、うんうんあるいは中持ちってどっちでも読み方あるんですけど、うん、っていうのがいました、うん、この人たちが後々どうするのかっていうのが一つのポイントになる、後々出てくるの出てきます出てきます、近藤とかも、ね、出てくるし、有綱はね、そう有綱はもちろん出てくるし、近藤はほら、近藤はほら鎌倉幕府できた後は九州短大、なるほどなるほど、九州でね大きな力を持つ鎮西の、そうそうそう鎮西、うん、はい、そして、まあ、6月、今度はですね、うん、三浦の良純53歳と、芝、うん、の種より25歳らが、伊豆の国へやってくると。うん、まあ、ちょっとなんかこれ不思議な文面だったんですけどね、うん、本当に来たのかみたいな。うん、まあ、一応乗せとかなきゃいけないような人たちなのかなと。うん、次7月です。うん、北条の時政42歳と、比企の長宗らの謀反が、京都の伊藤の忠清に伝わります。うんうん、お沙汰の入道の、ね、手紙を持って、うんして、まあ、知られてしまったというところです、うんうん、でまあ、これちょっとネタバレになっちゃうかもしれないですけどね、うんはい、この後の話にもかかってくるんでね、はい、そして源の有綱それを追伏せよという平の清盛の命令がもうこの時すでに下っています、うんうん、で、勝田の広常も京都に召喚せよという命令が、この2つの命令が平の清盛から大場の影近に、うんうん、渡ってます、はい、下されてます、うん、だから大場の影近その命令を持って、うん、この後の8月2日に、うん、かま、あの、まあ、相模の国に帰ってくるよというのがこの後の話になります、うんうん、でですね、ここで分かるのが平の清盛がですね、あの追悼しようとしてたのが、うん、源の頼朝じゃないんですよ、うんうんうん、源の有綱の方なんですよ、うんうん、有綱をとにかく捕らえろと、うん、頼朝はこの時にこの時点では清盛にとってはあまり眼中になかったというのも不説であるということになっています、うんうん、でその時にですね、伊豆山権現で、源の頼朝が文様坊覚園にですね、うん、後押しをしていただいて、うんうんうん、よしじゃあ出陣だということで、ね、うん、で、小野田の森永がですね、45歳がですね、うん、各地を奔走して、うん、頼朝の挙兵に味方せよと言います、うんうん、ただ、須藤の常俊43歳と畑の義経44歳は、うん、拒否した、うん、というところまでが前回までの話の流れでございます、うん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 、ちょっと早口でさーっと言ってきましたけど、はい、大丈夫そうですかね皆さん、はい、じゃあちょっと一旦コメント確認してから次行きましょうか、はい、全財庵さん、吾妻鏡は1180年から1266年の87年じゃないかと思われますということで、お、我々87年ぐらいはまだ生きなんとか生き延びないといけない。あと87年。あと120歳。120歳までなんとか。沢一休さん、鎌倉さんの解説いいですね。はい、ありがとうございます。うん、さあというところまでが前回のお話で、でまあ、ちょっとね1180年にもちょっと入ってたんですけど、ね、うん、藤原の国道が、うんうん、
平兼隆の屋敷に潜入、スパイに入りました。でその後真実の密示っていうのがあって、真実の密示は北条の時政ただ一人だけだよと言って、トイレでね、そうトイレでね、班長で、はい、で他の人たちには、お前だけだぞっていうちょっと調子のいいことだけ言って、でその調子のこといいこと言われたのが、工藤の持ち光70歳、土井の実平70歳、岡崎の吉実68歳、宇佐美の助持28歳、天野の長影39歳、佐々木の森綱29歳、加藤の鍵門24歳、らを呼び出して一人一人、お前だけだ、お前にしか言わんぞと言って、まあちょっとね、味方せろと、口説き落としたわけです。で、ここでか、まあ、鎌倉聡が最後に一言言うなればですね、この人たち、一体どんな人たちなのかといったところで、平清盛の、いわゆる平家政権下の中で、圧迫を受けてたのは誰ですかと、要するに日の目を見なかったのは誰ですかって言った時に、まあ、ほぼほぼこの人たちが該当するよと、なるほど、ね、いうことなんですよね。だからまあ、平清盛についてておいしい、おいしい、おいしいというか、まあ、普通に暮らせてる人たちは別に何の関連もないと、拒否して当たり前です、だけどもう日の目を見ない、義朝とともに平治の乱で没落してしまった人たちが、ここで一気に一発逆転を狙ったというような構図が見えてくるというところで、いよいよ次のシーンというところでございます。さあちょっとここまでで、前回までのあらすじで何か付け加えたいことあれば。まあ、個人的に思うのは、頼朝が呼ぶじゃないですか、はい、死にもね、でその年齢が興味深いなと思って、当主の座として若い人を呼んだ家もあれば、多分その一族をまとめてるのがまだあの現役の、あの壮年の方、60とか70とかの方で、その実力者を呼べば一族全員まるまる自分の味方になるっていうふうに思ったのか、その辺の人選が結構面白いなと思いました。でもあれですよね、土井さんいないか、います呼ばれてます。やっぱりほら息子ちゃんたちもね、やってるし、そう岡崎義実もね、息子もそうしてるから、その辺も人選もちゃんと考えたんじゃないかなっていう、でお前だけだぞっていう相手はこの人がいいなっていうのをちゃんとこう頼朝なりに選んで、なるほど。